インフォ神奈川優しい日本語。外国人のための法律相談。いろいろな言葉で相談できます。例えば家族を日本に呼びたい、ビザを変えたい、帰化したい、結婚、離婚、会社を作りたいなどについて聞けます。法テラス、朝9時から夕方5時まで、平日だけやっています。英語、中国語、韓国朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、タイ語、インドネシア語で相談できます。アースプラザ、午後1時から4時までです。英語、第1、第3火曜日、中国語、第1火曜日と第4木曜日、韓国朝鮮語、第4木曜日、スペイン語、第2水曜日と第4金曜日、ポルトガル語、第2水曜日と第4金曜日、ベトナム語、第2金曜日と第3火曜日。厚木相談窓口、午後1時から4時までです。スペイン語、第1月曜日、第3水曜日、ポルトガル語、第3水曜日、ベトナム語、第1月曜日。神奈川県行政書士会、午後1時半から4時半までです。日本語、月曜日、水曜日、金曜日、英語、水曜日、中国語、金曜日、スペイン語、ポルトガル語、第4金曜日。外国人のための相談会、東京都国際交流委員会がやっています。やる日と場所はウェブサイトを見てください。それぞれの相談できるところのウェブサイトで詳しいことを見てください。